10年目看護師、夜勤明けでも作れるタルタルソースの豆腐南蛮。今日も職場でしごかれた。食べて元気出そう。水を切った豆腐を6等分に切る。キッチンペーパーで水気を拭き取り、片栗粉を全体に薄くまぶす。油を敷いて焼き目をつける。焼いてる間にタルタルを作る。卵に数箇所穴を開けてラップでレンチン。火加減は様子見つつやってね。焼き目がついたらタレを作る。砂糖、醤油、お酢を入れて全体に絡める。見たらわかる。これだけでも美味しそう。卵の粗熱が取れたらお酢、マヨネーズを混ぜる。小ネギやシソを添えると彩りも綺麗になるよ。ただの豆腐なのにご飯のおかわり確定するくらい美味しいから、ぜひ作ってみてね。明日も頑張ろう。